あやです。今回の企画は、はい、ラブ4、ラブ4を見て回る。あやちゃんの好きなラブ4ね。そう、好き。じゃあ東京都サロン2020、はい、ラブ4ミニレッツゴー。はい、うちの近くのね、はい、ブースの GMG さん、これすごい綺麗な色。あやちゃん水色この色好きなんや。これはちょっと入ってるけど、うん、このその光ラメが主張してこないから好き。な、色をあの濁してないんですよ。パールが入っとるのは苦手。苦手ではないか、でもいい色種類ではない。ランボの黄色とかも好きな方の黄色。ああ、そうそうそう、うん、はい、GMG さんのこれ、はい、大きな LED がここにバスーッとついとるね。すごい、でかい、長いすごいですね。でもこういうのちょっと SUV 結構ね、うんうん、流行ってるっていうか。 GMG さんはね、狭ションをよく行くんです。狭ション？おおと言っとったら社長が GMG です。お疲れさんです。ありがとうございます。いいじゃないですか、ラブ4。いいですかね。ねえ、シンプルにこのちょっとラブ4なんか語れますか？語る、これ、うん、もう1時間半ぐらい語りますけど。すごいな。イデッチに負けないぐらい。え、イデッチに負けないぐらい。あ、ミニさんもこの色買ってましたよね。買ってましたね、この間ね、はい、気に入って。はい、イデッチって言われてもロージャムのね。そうです、そうです、はい、はい、中学生の同級生なんです。あ、そうなんですか。そうですまさかのすごい、はい、そう、GMG さんも愛知県なんで。そうなんですよ、みんなお友達です。近いんですよ、ね、みんなお友達。福田君とも何年、もう結構経ちますね、十何年ね。随分、はい、随分あやちゃんが好きなカラーだしね、これ。好きですね。あ、そうなんだ。好きです。ロジャムさんもこの色買っとるし、思って今日持ってきたんですよ。あ、本当ですか。 GMG さんパーツは何がついてますか？これアドベンチャーは、うん、もうフロントはこの LED のフォグガーニッシュ、うん、あとボンネットフード、うん、あとリアのスキット。ボンネットフードって貼り付け、上から貼っ付け。そうです。なるほど、はい、考えましたね。いや、そうなんですよ考えた考えた、お手軽に。なるほど、はい、へえ、なくていいんだ。じゃあこれ素材は？これ FRP です。あ、これ FRP だね、はい、全部 FRP です。うちは全部 FRP ですね、はい、ABS は久保田社長にお任せしてうち ABS 作るとちょっと売れないんですなんだそれ、そうなんですか。なんだそれ。あの、これ2トンの屋根は、これはこれ純正ですよ。これ純正、ね、それまんまです、うん、はい。なんだ。あとはそんなめちゃめちゃやってるんですね、うん、あとはリフトアップしてタイヤホイール変えて、これ、まあ、これリアのスキット2インチぐらいです。あ、これで2インチ、はい、約2インチですね。2インチだと、うん、ほぼ何申請しなくても大丈夫。2インチは大丈夫ですね。2インチだと大丈夫、はい、3インチぐらいから、まあ、ちょっとグレーなゾーンに入ってきますね。なるほど、はい、2インチはもう全然問題ないです。あとこのスキットです。お、リアディフューザー。そうです、うん。マフラーは？マフラーはあのセンスさんっていうメーカーさんのマフラーです。うちでは作ってないんで。あ、そうなんだね、はい、今回センスさんのやつを付けさせてもらってます。このオーバーフェンダーもこれ TRD の純正オプションですよ。 TRD の純正オプションなんだ、はい、そうです、はい、そうなんだ。レーザーのホイール入って、レーザーのホイールです。ちゃんとホイール合わせてるじゃないよ。そうです、細かく。僕はやってないです。ああ、そうだ。レンさんにやれって言ってました。あ、なるほど。いやー、これいいね。いいですね。いいね。ごっつい。じゃあ GMG さんをね、これどこに引けばいいのかっていうのはね、これここ、ここ。あ、ここ。ね、ここね、GMG さん、はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。ここは？ローウェンさん。ローウェンさんです。はい。おはようございます。あ、おはようございます。はい、こっち、ラブ4。はい、ラブ4。あ、これウインカーがずっと左についてるのは何か意味あるかな？なんだろう。はい、これどんな感じでパーツついてるかな？どこが違うと思う？下。下、もちろんそうだね。あと、うん、ここも違うよね。あ、そうだよね。これはもうマークレスグリルみたいな、上から貼っつけみたいな感じかな。そう、このくらいの範囲で結構大きめにドンと、ね、うん、あとはここ、これはでも違うのかな。これ純正なのかな。これ純正じゃないの。これ純正だ。じゃあ、あとはこれホイールもまた、ホイールすごいです ね、色綺麗。これ、あ、そうですね。
この一部分。あとはウィング？あ、ウィングだね。ウィングが変わってる。うん、あ、下。下。おー、すごい。ディフューザー多いな。多いですね。あ、いいね。あとマフラーも。マフラーね。違いますね。うん、ルーフスポイラー？ルーフスポイラー。って書いてある。ルーフスポイラーっていうのがウィングだよ。あ、そうか。これのことね。やっちまった。いやいや、いいよいいよ。まだまだこれからだよ。なかなか成長がね、こう、いやいや、成長しちょる、成長。まあ、一応ね、素人目線のあやちゃんっていう、去年はそうだったけど、はい、1年通してね。いや、どうなんだろう、見比べたらあんま変わってないじゃんかよみたいになっちゃうんじゃないかな。いいんじゃないの、あんまり詳しくなりすぎても。あそこはならないと思うんで、絶対に、ね、絶対的にね。詳しいのは、詳しいキャラはのりちゃん。のりちゃん、え、てかもうキャラじゃなくてもうがっつり詳しいし、がっつり詳しい社長がいるから、私はもう全く本当にね、みじんこですよ。みじんこっちゅうわけじゃないけどね。はい、ローウェンさんのランフォー。はい、はい、こちらがレイズさんのプレートがついてるね。ってことはレイズさんのお、GMG さんから。だってこのリフューザーほら。ほんとだ。お、覚えたね、あやちゃん、形。覚えました。4本出しマフラー。あれ、うん、これ、4本出しだったっけ？ね、さっきとは違うけど、ここのメーカーさんは一緒です。あ、なるほど。うん。じゃあ、いろいろ。センスさん。なるほどね。これ、ほんじゃ、レイズさんのホイールなんだ。レイズさんですね。おぉ。しかも、これは元からのやつじゃないですか。元からか。あやちゃんはどう、実際このこういう形のラブ4。なんか前にラブ4を試乗した時に、うん、ちょっと上げるかちょっと下げるかみたいな話っていうこと言っとったじゃん。だからさっきのローウェンさんも下げとったでしょ、うん、これちょっとそう上げてるのね、やっぱ上げてる方が、あ、水色の方は2インチちょっと2インチ上げとったね。2インチ上げる程度いいと思う。やっぱりこれ上がっとるのもありだよね。そう、ライズもそうだけど、ちょっと上げる、その2インチぐらい上げるっていうのはめちゃめちゃありなんじゃないかなって思う、ね、上げスタイル。なんかね、大きく見えるよ。そう、すごく大きく見えるんですよ、上げスタイルは。逆に下げるやつはすっごく低く見える。なんだろう、まあだいぶ違うからね、上げるのと下げるのと。だいぶイメージが。あ、でもこれはさっきのここのほら大きいLED がない。ああ、そうだね。はい、はい、このラブ4すごい色合いがすごい。すごいな、迫力もすごいけど。いうか、これはだいぶインチアップしとるね。そうですね、もう2インチどころじゃないと思う。これはもう3インチアップぐらい。だって見て、ふっと、はあ、なんこれ、はあ、やばでかっ、でかいやっぱりね。このリフトアップはでかく見える。車がでかい、すげえね。めちゃめちゃでかい。このフロントのこれもめっちゃでかいな。あれだよね、 FJ の時も結構こういうのつけてる方多かったですね。だからまあ FJ の方の本当にオフロードの、ね、うん、カスタムだよね。でもそうすると結構下はでも狭いよ。あら、まあまあそこはやっぱりジムニーとはちょっと違うのかな。まあそうなのかな、うん、すごいな。後ろはどうなっとるかね。でもこれもボンネット変えてるってことですね。これはもうボンネットをガラッと変えてるね。変えてますね。あとはでかいね。でかいなあ、ほんとでかいよ。でかい、だって開けるのここだよ。でかい、閉められなくなりそうだよね。いや、後ろから走っとる姿見ても大きいと思うよ。やばいね、興奮する。リフトアップいいな。いや、いいですよ。後ろは何だろう、ここついてないし、ここもないし、まあ、そう、だからさ、うん、リフトアップする車ってバンパーなんかもちょん切るじゃん、どっちかに。ちょん切る、うん、だから僕らはもうエアロメーカーだから、まあローダウンのどっちかって言ったらメーカーだからさ、うんうん、だからそこを上手にこれと融合させて新しいスタイル作るのもありかもね。そうだね、リフトアップしながらもこうやってやっていくんだよ、うん、みたいなね。そういうのありだよね。ありだと思います。はいはい、ここのラブ4してる。これは何、ちょっと違うね。さっきのはバネだけど、これ車高調だね。これは車高調なのか。車高調、
車庫町でリフトアップしてほしい。分かった。じゃあさ、ラブ4はエアサスで、両方楽しめる。あ、ダウンも、そう、アップも、そう。欲張り。やっぱりアップすると大きく見えるね。やっぱアップの方がまあ大きい、やっぱ大きいよ、うんうん、迫力がやっぱ出ますよね。そうだね、これなんかグリルのところなんか光ってるんだよね。光ってるね。あ、こういうここをこうつけてるのか。そうそうそう、ちょっと後ろ見てみよう。はい、これだ。あ、これは羽がついてるね。あと前からね、リフトアップすると後ろが触るんだよね。触らないね。だからそこは触っていこう。うん、ね、触ります。やっぱりエアロメーカーだからね。触っていきます。はい、これはクールさん。こちらクールさん。はい、これはローダウンだ。ローダウンしてますね。あとほら、なんだっけ、ブラインダータトゥー。ああ、そうだそうだ。すごいよね、これね。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗やね。これは、ここにもついてます、ね。うん、これもあのやっぱカスタムのねやり方してる。そうですね、うん、エアロキットだよね、うん、フロントのリフト。そうですね、あ、うん、ここもついてるの。あ、うん、そこもついてるね。やっぱなんか低くなるとだいぶ車が逆に変わって見える感じ。もうあの雰囲気がだいぶ変わるよね。だいぶガラッと変わるから、これもありですよね。うん、これもありは、うん、やっぱ後ろいじってますよね、エアロメーカーなだけ。後ろいじってる。あと後ろもウィングもね、はい、はい、ついてます。もうなんかクールさんって感じ。なるほど、まとまってます。アイちゃんちょっとここ立ってみて、立ってみて、このミラーのところ。こうさっきと全然違うじゃん。アイちゃんの頭のがでっかいもんね。ね、すごい、全然違う。これはこれでいいんだよね。いい、これもかっこいいんだよね。これ車庫端、まあ車庫端っていうか車庫を落とすか上げるか非常に悩むところだよね。好き嫌いは分かれるかもしれないけど、ね、ね、うん、はい、はい、これフォルテさんやね、はい、はい、こっちもちょっと上げスタイルかな。これもそうですね、これも、でもこれどんくらいなんだろう、ちょっと。さあ、これは何で上がってるか。これは車庫帳。これも車庫帳だ。すごい、当たった。おお。なんか渋くていいけどね。なんかこうほらオフロードそうって感じがするね。あいちゃん、もしうちがデモカー買うとしたら何色がいい？これも結構いいよね。なんかさ、今すっごいいろんな色があるじゃないですか、うん、でなんか振り幅も結構広くあるから、いろんな色で、うん、迷うよね。迷うね。はい、これ後ろは、後ろどうなってんだろうね。でもこれは純正より出てる気がすると。お、あ、ほんとだね。これ上から貼り付けだね、はい、後ろはどうなっとるか。後ろは、あ、マフラーいじってあって、うん、ディフューザーもついてますね。あ、ほんとだね。で、サイドが、うん、ちゃんと下にここについてます。あ、ほんとだほんとだ。これドレスアップ得意としてるとこなんで、うん、はい、ポルテさんは。だからまあそのインチアップ、うん、こう車高を上げるのと、まあ、車高を下げるドレスアップを上手に融合させとるね。そんな感じがしますね、うん、どっちがいいかね。はい、ここにもラフありますよ。ありますね。お、これまたなんかすごい、フロントフェンダーのところなんかすごいじゃんこれ。はい、シックセンサー。はい、すごいよ。うん、これフロントはちょっと鈴木さんがちょっと説明聞いてみましょうかね。お願いします。これどこが変わってますか。何その見ちゃう。フロントフェンダー、リアフェンダー。あ、もう声ちょっとガラガラ。あ、ごめんなさい。大丈夫です、大丈夫ですよ。で、一応後ろはある程度ちょっと大きめにしてあるんですけど、うん、あ、ダクトでイメージを揃えて感じで。あ、すごいじゃないこれ。あっちもこれもなかなか見ないスタイルだよね、うん、初めてかもしれない、ね、後ろは地面ビアリー、地
純正のものですね。これは今後まだパーツ開発あるんですか。反響があれば。ああ反響があれば。トラックインチアップしてるんですか。ああしてます。田辺のモジュールスプリングで35ミリ上がって。35ミリ。はい。これは35ミリのリフトアップは何でやってます。あスプリングで。あスプリングで上上げてるんですね。はい、これ35ミリの。あのリフトアップだと他に何か変えなきゃいけないところってありました。あ特に大丈夫です。特に、はい、そのままで、はい、じゃあそのままで、はい、じゃあショックアブソーバーもそのまんまで、そのままで純正のままで。じゃあお手軽な、手軽じゃないですか。リフトアップやね。ジムニーとは大違いだな。ジムニーとは大違い。このホイールはシックセンサーのオリジナルのオリジナルホイールで、かっこいい。20インチ20インチ大きいですね。でオフロードのタイヤ履いてね。そうです、うん、これぐらいのナチュラルのリフトアップもかっこいいよね。いいですね。なんとなくこうやっぱ少しちょっと上がってるから、うん、あれって思うぐらいのさ、これだと優雅さんもね手軽にできますね。そうですね。シックスセンスさんは大阪になりますね。はい、シックスセンスで検索してもらうとできます。こっち低い。おこっちにもあるよ。ラブフォー、これはこっちローダウンしてる。これはいいですか。また登場します。いいよ。これはモデリスタの、うん、あのオプションエアロにプラスアルファ、うん、あっていう形です。なるほど、はい、モデリスタのエアロがついた。そうです。ここはモデリスタのエアロで、うん、でそれの下に上から、うん、なるほどね、はい、モデリスタさんも多いもんね。そうなんですよ。だから、はい、だからなるほど、モデルさんを盛り上げるために。なるほど。いいね。支えてるんですよ。いいね。これも上貼ってある、ね、これも貼ってあります。これめちゃくちゃいいじゃんね。うん、うん、ほら、随分とかっこよくなりますじゃん。そうなんですよ。これオーバーフェンダー。オーバーフェンダーうちのやつです。あ、これはオーバーフェンダー、はい、純正のオーバーフェンダーにの上から。あ、上からね、はい、貼り付けでなってます。あとこのサイドも、サイドもカナード。あ、本当だ。この後ろね。はい、そうです。お、でもこれちゃんと塗り分けしとるじゃん。ツートン、ツートン、はい、ツートンになってます。おしゃれ、はい、細かく、細かいね。そういうところはね、おしゃれだね。おしゃれだね。はい。お、後ろもリアはもうちょっと複雑に3分割になってます。このディフューザー一緒なんですけど、これは一緒だよね、こっちと、はい、ここと、この下のアンダーと、うん、分割して、あとは組み合わせしていろんなバージョンをこれからちょっと考えようかなと。なるほど、はい、まだまだ。じゃあこの、はい、単独でもつけれるように、このデモカーはまたさらにパーツ進化します。進化するんだね。はい、進化しますね。ウィングも、ウィングもこれもそうです。おお、すごい。ここの部分もだよね。はい、ゲートスポイラー、ゲートスポイラーね。はい、ゲートスポイラーです。はい、ちょっとね、さっきまで海外行っとったもんな。どこに、どこに。カリフォルニア、カリフォルニアに。それはちょっと、ね、出ちゃいますよね。いや、ホイールは、ホイールロジャムさんです。あ、ホイールはロジャムさん。センターが合ってないから。ダメダメダメ。お、ホイールはロジャムさんだね。そうです、そうですね。あ、ホイね、井出くん喜ぶよこれ。はい、最後、最後、エムズスピードさんの、はい、ラブ4。ラブ4です。これはもう、これが変わってるグリル。うん、これこのグリルいい感じなんだよ。ちゃんとセンサーがここにあってね。そう、今フロントの縦品をね、うちもやりたいななんて思ってはいるんですけどね。言っとったけどね。さあ、これもフロントのリップがついて、これあのちょっと特徴的だなと思うのが、はい、このフォグダクトフレームのところ、ここにね、そう、ここにねライトが入ってる、光物が入ってる、うん、うん、これ結構いい感じだね。すごいですね、うん、でこれもローダウンにしてる方。そうだね、このどっちかって言ったらローダウンスタイルだね。そうですね。なんかここ今まで今のところなかったのかな。ああ、こうね、カバーついてますね、うん、ピンがついたカバーがついてるね、うん、でここサイドもありますね。おお、サイドのデザインもまたちょっと他のメーカーさんとはちょっと違うね、うん、そうですね、うん、はい、で後ろはすごい、うん、エアロと4本出し、はい、はい、これはバックフォークになるのかな。そうですね、でもバックフォークは2個まで OK だから、じゃあそうかもしれないですね、うん、バックフォークかもしれないね、うん、ここもあのコンプリートカーとかね、はい、結構有名なとこなんで、うん、おそらくこのまま車が買えるんじゃないでしょうか。あ、
なるほどね。はい、はい、帰ってきました。見て回ってきましたね。はい、どうだった？印象的にはローダウンかリフトアップかってとこだね。いや、最初試乗した時は私ちょっとローダウンしたいって言ったじゃないですか、うん、まあ、ぶっちゃけいろいろ見て回った結果、うん、アップしたいかなって。あアップしたくなってきた。なんかあれやっぱりこう大きい SUV みたいな形はアップした方がより大きく見えて、うん、そう、このシールもそうなんだよね。そう、これもね、やっぱりアップしたらでかく見える。からなんかそっちの方がいいかなって私は思ったけど、まあ、これはねやっぱ個人差の好き好きがあるからどっちがいいとは言い切れないんですけど、難しいところだね。難しい。そのしかも上げ幅もどんくらい上げるかっていうのは結構大きく幅があるんで、あるから、それもねちょっと考えながら、もしやるんだったらちょっとまた私も口挟みたいなって思うんですけど、いやラブ4やるとしたら、はい、またあやちゃんプロデュース。でもその前にライズがね、来るから一度待ってるの。ライズが来る。そう、まずはね、ライズをね、また少しちょっとチャチャ入れて作っていきたいなと思いますんで、はい、はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。